Hi everyone, this is Toki. ビッグフット。アメリカの消防士たちがビッグフットを目撃したというお話が残っております。アメリカ・ワシントン州スノホミッシュという場所です。ワシントンは2つありまして、1つはワシントン DC、もう1つがワシントン州です。シアトルがある方ですね。今回はその北にあるワシントン州、そのお話をしてみたいと思います。1993年7月22日に起きました。その消防士たちは山を担当していたそうです。当時その一帯は雷や落雷が多く発生しておりました。それが原因で山火事を引き起こす場合があり、この時も二手に分かれてどの地域に落雷があったのか確認していたそうです。すると、なんとなく火事に発展しそうな煙を見つけたんですね。グループは装備を点検し、それを整えてから非常に険しい崖を登り始めました。鬱蒼と茂った草などで足を取られ、火元までたどり着くのに3時間もかかったそうです。そこからその煙、さらにもうすでに火が出ていたので、炎と戦うこと2時間、なんとか鎮火し、それから別ルートで山を降りようとしたんですね。この時隊員の一人がシャベルを崖の下に落としてしまったんです。で、その崖を登り降りするのが得意な人がいて、その人がじゃあ取ってくるからっていうことで崖の下までさーっと降りてって、取ろうとした時に、なんとその上から頭上から人の頭ぐらいの大きさの石が飛んできたんですね。危険なんですね。明らかに誰かが落としたので、その人は怒って、誰がこんなの落としたんだ気をつけろって言ったら、俺たちじゃないって言ってるんです。すると巨大な熊のような猿のようなものの後ろ姿を見ているんです。その人たちが崖の上で待ってたんですけれども、その隊員たちの後ろを悠々と歩いていて、もしかしてあれが石を投げてきたのかなと思ったそうです。怖くなってしゃがんで振り返ったら、そこに大きな洞窟がありました。で、もしかしたらあの奇妙な獣の住処で自分がそこを邪魔してると思ったので、自分めがけてあの大きな岩を投げてきたのかなと思ったので、急いで退散したんですね。で、きっとあれはビッグフットだとみんなの意見が一致したので、上司に一応その時報告はしております。で、もう一つのお話があって、それは1999年8月6日に起きております。アメリカネバダ州で起きました。この時も山の中なんですが、ネバダ州はワシントン、それからオレゴン、そしてネバダ州と、で、その下にはカリフォルニアがあるっていうような土地なんですけれども、一番有名なのはラスベガスがあるところですね。ネバダ州、ラスベガス、あるいはエリア51、そういった州なんですけれども、この時も消防隊員が複数の山火事を、こう、鎮火させようと手こずっていたんですね。すると、何かがいたと。他に、犠牲者がいないかどうか、その後もいろいろ見回るらしいんですけれども、その時にちょっと怪我をしているような大きな猿を見かけてるんですね。で、びっくりして、これは何だっていうことなんです。すると、その隊員たち、もうそこには30名ほどいたんですね。複数の山火事だったため。みんなでなんとそのビッグフットを捕獲したっていうんです。で、捕獲して報告したところ、地元の獣医さんと、それから人間を見る医師もいたので、その現場には。彼らが駆けつけて、なんとアメリカの国の機関、生物局っていうところと、内務省の人間と、それから他にレンジャー隊も来てですね、その捕獲したビッグフットに鎮静剤を打って、静かにおとなしくさせて、どこかに運んだっていうんです。で、この見たことを誰にも言うなと、みんなにこう念を押したらしいんですけれども、このように誰かが喋ってくれたので、当機も知ることとなったんですけれども、こういった話がですね、いくつか上がってきてるようなんですよね。つまり、実は目撃されていて、なんと捕獲もしていると。で、そこで研究開発されてるのか、わからないんですけれども、なんとそのビッグフットは意思疎通を図ろうとしてきたそうです。なんだかちょっとかわいそうですよね。自由に動かしてあげたいなと思いますけれども、実際ビッグフットって自分たちが思う以上にアメリカでは信じられてるんですね。その未確認生物の中では一番信じられていると言っても過言ではない。なぜならアメリカの山ってもうスケールが大きすぎていそうな雰囲気なんですね、本当に。
何かいてもおかしくないと。彼らがうろうろしてても目撃者はいるけど捕まらないだろうなって思うぐらい、まあ2メートルは超えてるっていうんです。みんなこうビッグフット見た人たちは、いや不思議ですね。 UFO の中からビッグフットが出てきたという人もいますし、宇宙人のペットという人もいますし、地球を探索させるためにビッグフットをうろうろさせてるとかですね、あるいは他の動画でもあのポータルを使ってるっていう目撃情報もあるんですね。何もないところからいきなりビッグフットが現れたっていうんです。ですからきっとパラレルワールドの住人で、たまにこの地球を散策してるんではないかという人もいるんです。今回ネバダで捕獲した人たちの目撃の中で奇妙なことを言ってるんですよね。ビッグフットは指も5本で人間と似ているんだけれども、親指と小指の位置が違うって。それ不便じゃないですか。親指がきちんとあって小指があって、この順番だから物を握ったりできるんであって、その小指の場所に親指があり、親指の場所に小指があったっていうんですけれども、一体どんな手なんだとちょっと思いましたね。それとも宇宙人がビッグフットを作るときに、この個体だけ間違えて親指と小指の場所を間違えて作ってしまったのか、いろんなことを考えてしまいました。まあ、今回はビッグフット、実は消防士たちも目撃しているというお話をこうしてみました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではおやすみなさい。